鳥居大賢神社は愛知県犬山市にある神社である。旧社格は、式内社、終わ国にのみや、旧国兵中社、別表神社、大賢神社と表記する場合もある。社殿によれば、水人天皇27年に、元宮山の山頂から現在地に移転したとある。祭人は大賢大臣としている。大賢大臣は、国瀬まず地村とする説、 天心彦根命とする説、少なびこなの命とする説、大光伝命とする説、竹恵がまえ命とする説などがあり、はっきりしない。いずれにしても、大賢大臣は、終わり国開拓の祖神であるとされている。姫の宮と、梅園社名を利用して作られた梅園。姫石境内には、いくつかの境内社がある。かつては別宮二社、抹五十二社があったとされる。 その中の一つの拙者の姫の宮には、玉器命が祀られている。ここは、古来より安山、小路など、女性の守護神として数形されており、女院をかたどった石などが奉納されている。これは、小牧一田県神社の断魂に対応するものである。本宮山の山頂には、大県大臣の改まを祀る、本宮社がある。また、同神社は、 愛知県で2番目に大きい前方公園墳である茶臼山古墳も管理している。付近には円墳などの古墳群が点在する。境内の裏手のある山の斜面には約300本のしだれ梅の梅園がある。別名、おそ祭りとも言う。毎年3月15日直前の日曜日に行われる祭事、ジョインをかたどった出汁などが練り歩く。この祭りと対になっているのが 佐賢神社の法年祭で、こちらでは断根をかたどったみこしが練り歩く、毎年3月、梅の花が咲く地域に行われる祭り、俳句大会なども行われる。ありがとうございます。